花粉症や風邪をひきやすい時期なので、クラスに一人はティッシュペーパー箱ごと持ってくるやつ一人はおる。どうも千早です。マリオメーカー2やっていきたいと思います。千早への挑戦状、これができたら基本なコースはできるスピードランかな、多分。よろしくお願いします。クリア者出てませんね。すげえありがたいんだけど、せっかくなら自分のコースとかにコメントをしてくれた方が嬉しいんだけどな。俺たまたま見つけられたからプレイできるけど、なんかもったいない気がしちゃう。たまにさ、うえー、鍵じゃない、いやティッシュがないからさ、トイレットペーパーで鼻水噛んでるやつおらん？うん、こっこ、オッケー。どこに出てくるかな。おオッケー、始まりました。走れ走れ、間に合わねえ。お、壁キックしなくても間に合うっていういい情報をゲットしました。よし、初見殺しもない。サンダージャンプか。あー、危ねえ。ギリギリ届いた。音符切り替えて戻りなさいよっていう感じか。了解。ほっ、え、全然届かなかったんだけど。おー、いけた、やった、頑張りました。サンダージャンプだ。はいはいはーい。え、オッケーでーす。しゃがみちゃんでーす。あー、ダメだった。あぶねー。で、パウのとこに、あー、来なかった。あれ、これまだじゃあ続くの？長い？もしかして。あぶねー。ほいほい、オッケー。うわー、あー、止まれなかった、最悪。あぶれ、どういうこと、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえから、とりあえず持ってきた。うわ、怖っ。必要ないのかな。あ、なんか必要なさそうだね、これは。オッケー、新しいとこ来れたね。ファイヤーをキープしなさいよかな。じゃあデカ状態キープだね。オッケー、投げるのか被るのか。うーわ、バカチン、これはひどい。なぜさっきこれができなかった、びっくりだよ本当に。オッケー、おお、こうなってたんだね。で、持って、なるほどね。最後の最後で落とし場ね。じゃあやらせんだね。ちょっと練習してこようかな、じゃあ。よし。4連続成功させてたら大丈夫だろう。とか言ってな、本番でミスんだよな。Woo!
よさけい。よーし、3度目の正直。いやー、素晴らしい。本当に基礎的なところが全て詰まってるスピーランだった。いや、でもおかしいんだよな。本来だったらマリオメーカーをプレイしたことがない方から見たら、これ意味不明なマリオやってるからね。バネジャン、ヒップ耐久あたりはさ、これ基本的な技じゃないからね。応用技だからね、一応ね。上手い人が増えすぎちゃってるってことですね。そういうことですね。はい。いやー、いいコースでした。ありがとうございました。土管ロードやってみたいと思います。条件ないのに？なんか出てくるのか。あ、なるほど。積み？積むな。でもね、そんなことないと思うんだ。鉄球と鉄球がぶつかり合えば、うえぇ。8秒なのか。初動で緑の土管に乗って一気にゴールまで行くルートを今模索してるんだけど、いけるかな？おわー、いけるいけるけど、いけるけど、むずいか。うまいー、これよー。びゃー、うまいー。完璧でしたね。週刊のコース職人の今世界一の方なんだよね。このつむつむガチ勢さんが。一番今、こう、ポイント稼いでる人っていうのかな、習慣で。どんなコース作ってるんでしょう。あ、ミュージック系が多いっぽいな。愛されるよね、ゲームミュージック。ゲームやってる人は好きなはず。さあ、何の曲か全部当てていけるかな、どうでしょうか。やってみましょう。音楽コースなんで、喋らないでいきますね。2曲目何？メガロマニア？俺2曲目分からんかったわ。2曲目だけ分からん。あ、最後のでゴールしたかったな。カービィですね。あ、よく見たらなんか、ヒントくれてたか。2曲目のやつすげえ好きなのよな、マリオの曲の。バウザーズ・ダークランド・キャッスル。暗闇か？暗闇なのか？あ、よかった。暗闇だとな、見づらいのよな、動画的に。ヒリヒリ感ってさ、多分見てるみんなあんま味わえないと思うんだよね。やってる側は味わえるんだけど、だからあんまり暗闇コース取り入れてないのよな。さあ、どんどん行きましょう。うわー、やめて。でもキノコ補充させてくれたね。なんかすごい懐かしい匂いがするコースだな。実際マリオ3にこんなコースないんだけど、ないけど似たようなやつあるよな。ほい、行け。あ、そうか、行かないのか。じゃあ私が先に行こう。つまるんかーい。ちょっと大きくなっちゃったからね。確かに、まあ、ブロックに当たりやすい。さあ、帰ってまいりました。行きます。ゴーゴー。わー、コインゲットー。やったぜー。危な。スタンプ馬じゃなくてよかった。よし。そろそろボス戦がありそうな雰囲気なのと、まさに、なんかある。うーのもね。そろそろ中ボス戦なんじゃないの？ないの？いいよ、いつでも来て。ファイヤーあるのに？そりゃないぜ、俺。ちょっとやばいね、今日ね。プレイングが。ぐだりが半端じゃない。おー、タヌキつか。ありがたく。タヌキチを利用していこう。オッケー。デブロスも倒していく。なんか結構長くなりそうだな、これ。危ない。持ちがいいのか。うん。順調に進んでもいるんだけど、やたら表目裏目いかせるね。すごく時間がかかってる気がする。危な。はい。タヌキちゃんね、持ちは倒せないですよね。はい。順調すぎる。それにしても尻尾の汎用性が高いな。下行ってみたい。というか、下だった。マグマない？大丈夫？オッケー。タヌキチ。
これ好きなこの制作者さんすごいそのギミック好きなのね。ギミックじゃない、配置ブンブン、実クリボーみたいなもんだからな。はい、オッケー、3回踏めるクリボーみたいなもんだからブンブンって。なんかマリオ3すごい懐かしく感じる。これやばい、ハンマーブロスとこうやって戦うもんね、ブーメラン投げてくるやつとか。すげえ懐かしく感じる、やばい。おお、羽根つきか。早いんすよね、こいつら。ちょっと、見ての通り。普通のテルサより早いんすよ。さあ、さらに中間。あー、しまった、タヌキチが。うわー、ついに落ち火になってしまった。うん、なんかすげえ、やっぱこれ、あったよな。この辺にさ、ビーム放ってくるゾウがあってさ、ビシャーって攻撃してくるよ、まあ。それを思い出させる。お。ボス戦だね。今度はクッパと戦えるのかな？うわ、懐かしすぎる。やばい。やっぱモサ、うわ、危ねえ。やっぱそうだよね。そういうコースを作ったんだよね。こうやってさ、少しずつ離してさ、ここの下にマグマがあるのよ。それで倒すよ。マリオ3の最終戦よ。飛んで、キャッ。よし。で、また右に寄せて。おー、どうなったんだろう、これ。下にいそうじゃね？もう大丈夫。いるんかい！すげえ、そんなパターンあったんだ。ほほ。クッパの新しい挙動が見れたな。マリオメーカー4年5年やってますが、あんなことできるんだね、クッパ。知らなかった。よし、オッケー。けどいるよな。あー、これでゴールだったんだ。なるほど。ファイヤーとか持って倒せてたら鍵ゲットして楽にゴールできるよっていうシステムだったんだね。よし、お疲れ様でした。また明日の動画で、また次の動画でお会いしましょう。